33展示されています。アメリカでもね、これなんか珍しいみたいですね。まだ1兆しか何兆しかないとかいうのを聞いています。 HK433 ちょっと触ってみたいと思います。これ、ね、持った感じはですね、あの小さいですよね。まず小さく感じます。アサルトライフルとしては非常に小さくて、でこれ下が金属、下がポリマーですね、樹脂でできてます。でグリップのこう縦にね、立った感じの CQB グリップで、マガジンはスチールですね。当然弾は 5.56mm、はい、でここにですね、コッキングレバーを起こして使っちゃう危険です。今これマガジンが空なんで、ホールドオープンしてますけども、パッと戻してで、これね、あのボルトリリースはこのボタンになります。いいですか、ボルトリリースをカチャッと、ね、こっちアンビル下に押し下げると前進で、セレクターはセーフ、セミ、フルと45度の切り替え式ですね。それで後ろ行ってみましょうか。このストックがここがチークパッドになってますね。ここのボタンを押して引くと、で伸ばすのはここを、このレバーを、ね、こう回転させてで戻すと、何ポジションかな、1、2、3、4、5、6、6ポジションですね。でさらにここのボタンを押してこっち側に6と、ここにね、でここがここで、ね、引っかかるようになってます。で、引っ張るとまた元に、でフリップアップのサイトがこっち側もで木元に見えるんですけど、これは HK オリジナルのレール、規格になっています。でアングルドグリップついてますね。でここが、ガスレギュレーターになっています。レールはこんな感じ、構えた感じもね、すごい引き締まってるんですよね。非常にいい感じです。今ね、なんかドイツ軍でトライアルしてるみたいですよね。はい、以上 HK433 でした。